はい、トムでーす。今日は東京タワー、東京タワーについてね、お話ししますね。その前に僕ね、日々たくさんの雑学やたくさんの動画の方をね、毎日1本は投稿してますんでね、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実はみんな東京タワー、東京タワーって言ってるけど、正式名称これちゃんとあってね、この東京タワーの正式名称はね、日本電波塔なんですよ。日本電波塔なんですよ。そんな風に言ってる人って僕はね、ちょっとね、あんまり聞いたことないんですけど、日本電波塔なんですよ。短いから繰り返しちゃったよ。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。